東口ホーム前傾宣言台駅は埼玉県越谷市千馬台東一丁目にある東武鉄道伊勢崎線の駅である東武スカイツリーラインの愛称区間に含まれている駅番号は TS24 島式ホーム2面4線を有する地上駅である内側2線が本線外側が対比線であり1.2番ホームが上り3.4番ホームが下りとなっている 京城駅舎を有しており、当該京城駅舎は開業時からのものを強用している。西口は駅ビル、トスカと直結している。2010年12月20日より発車メロディが導入された。2020年度の1日平均乗降人員は42,937人である。伊勢崎線の駅では西新井駅に次ぐ第8位である。 開業以降の1日平均乗降、乗車人員の推移は下表の通りである。当駅周辺の放置自転車の台数は1985年10月から11月の調査で5019台を記録し、日本一放置自転車が多い駅となった。特に駐輪場の整備が不十分であった東口の放置自転車は3490台にもなった。 竹里団地への玄関口となる西口は2000台が収容できる市営駐輪場が設けられていたものの、土地区画整理事業によって住宅やマンションが急ピッチで建設され、それに伴う地区人口や乗降人員の増加に耐えられず、自転車を収容しきれていない状況が続いていた。準急停車駅であり、駅税券が広かったことも放置自転車の増加に拍車をかけた。 増大する放置自転車を受けて、1987年6月に、宣言台駅東口が、放置自転車整理区域に指定され、駐輪場の整備や自治会等による、駐輪場の誘導を行ったことにより、放置自転車の台数は減少した。セブンタウン宣言台ジャパンタローズの越谷市立、病院方面、松伏町方面、上枕循環は2018年7月1日付で、 旧市、当駅の北側を流れる一級河川、新片側の故障、俗称である千間堀に由来する。ただし、地名は千圏台と漢字表記であるのに対して、駅名は千圏台と台以外はひらがな表記である。当駅から下り列車の特急、アーバンパークライナーに乗車する場合、乗車券のみで利用できる。ありがとうございます。